地域と世界に開かれた富山大学。広い知識と専門的な学識で豊かさを創造する。私たちはまだ見ぬ新しい世界を切り開く。理学部自然環境科学科。こちらで面白い研究が行われています。サツキマスが一体 どこの川で生まれたのかなということを、推定しています。太田助教をはじめ学生たちが取り組むのは岐阜県の長良川流域のサツキマスの生態調査です。使っている資料は、魚の耳石と呼ばれる、目の玉の後ろぐらいにある石の塊のようなものなんですけども、年輪状の構造をとってまして、中心部からヘリにかけて分析をしていくことで、その魚の生活地をトレースすることができる。魚の耳石からどうやって移動履歴を調査するのか。太田助教は耳石に含まれるある元素に注目しました。トロンチウム同位体という化学データを使って、さまざまな魚の移動履歴なり生息地等々を推定する研究になります。ストロンチウムとは原子番号38の元素。カルシウムと化学的性質が似ており、骨などの鉱組織に集積されます。長良川流域はさまざまな種類の地質が複雑に分布しており、河川水も場所ごとにストロンチウム同位体比が異なります。そこで太田助教は長良川流域の108地点の河川資料とサツキマスの耳石に含まれるストロンチウム同位体比を分析・調査しました。その結果、さまざまな発見が。いろんな川に結構ダイナミックに移動しているということが分かってきました。昔と比べると非常にサツキマスが生まれて生産されている川っていうのは非常にちっちゃくなってきていると。どこに放流したらより効率的になるのかとか、そういった情報も提供できるんじゃないかなと考えています。サツキマスを取り巻く生態系の保全、そして有効な資源管理へとつながる研究を太田助教は進めていきます。魚であればほとんどの、魚に含まれている組織ですので、今回の手法を、他の魚種にも応用していけたらなと思っています。まだ見ぬ新しい世界への挑戦が始まります。